ギタレレ子守唄、中島直樹です。11月もいよいよ最後の日曜日になりました。今収録している時間は11月29日日曜日の夜10時31分から32分になろうとしているところなんですけれども、先ほど LINE ライブお付き合いいただきました皆様ありがとうございました。お風呂に入って今お湯を沸かしてウインナーを湯がこうかというタイミングのその沸騰待ちで収録してます。この週末は福岡もすごく寒くなりましたので、皆さんも体調気をつけて過ごしてください。今日のギタレレ子守唄、小袋赤い糸。二人ここで初めて会ったのか、二月前の今日だね。今日何の日だっけって尋ねると、少し戸惑って答えた。前の彼氏の誕生日だと笑って答える。笑顔歯がゆい、そんな話は耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼といた3年の思い出にはまだかなわない。それでもこんなに好きなのに、すれ違いの数が多すぎて、心の通わぬやりとりばかり、これ以上繰り返すよりも、あなたの心が答え出すまで、このまま二人会わない方が、約束しようよ。そして二人心に赤い糸しっかり結んで。小袋赤い糸、ギタレレでお送りしました。この曲も思い出があるんですが、曲の中身というよりはこの曲を歌ったという思い出ですね。高校時代もオリストという名前でバンド、八女市のライブハウスでこうライブみたいなことをやっていたわけですけども、結構その当時同級生のバンドがたくさんあったんですよね。そのバンドの一つ、他校のガールズバンドだったんですけども、そのメンバーの一人からライブハウスを出たところで呼び止められて、あの、何かなと思ったら、小袋の赤い糸を今ちょっと歌ってくださいって言われて、なんでと思いながら歌ったという記憶がありますね。多分その方の好きな曲で、当時あこの歌をこの声で歌ったらいいかもと思っていただいたんでしょうか。もうその方の名前も知らないですし、もちろんその後こう連絡を取るとかっていうこともないわけですけども、すごく鮮明に覚えてますし、この曲を聴くたびに思い出すエピソードですね。このギタレレ子守唄、毎週日曜日の夜に Twitter で歌だけをアップしてまして、そして YouTube で歌と喋りとアップしています。ぜひチャンネル登録、また Twitter のフォローもよろしくお願いします。ギタレレ子守唄、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。